は軽井沢に来ております。ちょっと違う軽井沢なんだけどね。軽井沢から群馬に一回抜けるのかな。軽井沢の街歩きじゃなくてちょっと離れたところも、そう、こんな軽井沢があるっていう感じのところを歩いてみようと思って、中山道の軽井沢っていうのがもともと軽井沢宿っていうので、でその手前に横川とかが、まあ、薄い峠があって横川があって、だからその軽井沢宿の隣が坂本宿っていうのがあるんだけど、そこが旧中山道で歩く道があるみたいだから、そこを歩いてみようと思うんだけど、で本来はね東京側から歩く方がなんか一般的っぽいじゃん。だから横川とか坂本宿から軽井沢宿に歩くのが普通っぽいんだけど、それだと薄い峠越えないとダメで大変だから、俺らは軽井沢から横川の方の坂本宿に抜けようかなと思って、なんで今日も2台体制です。バイクと車で来ました、ね、そうそう、車をだから横川に止めて、でバイクでこっちの軽井沢の方まで上がってきて、っていう感じ。でその軽井沢のさ、あの出発地点になんかお餅屋さんがいっぱいあるのね。そうそう、だから本来は歩いてゴールしたらお餅食べれる方がいいんだけど、反対だからお餅食べてから、先にお餅食べてから歩いて横川行って、まあ、横川って言えばね峠の釜飯だけど、峠の釜飯食べてもいいし、軽井沢戻ってきてご飯食べてもいいし、まあ、そこら辺は時間見ながら考えようかなと思って、そんなプランです。何キロぐらい歩くの？多分ね、7、8キロだと思うんだけどね。今ちょうど軽井沢を越えて、あとね、20キロぐらい。あの出発地点まで、あ、車止めとく地点までね、ゴール地点か。ゴール地点だね。ゴール地点まで20キロぐらい。これから一気に下るみたいな、坂を。群馬県に入りました。あんま群馬も来ないよね。来ないね。妻恋ぐらいか。あ、草津か、あと。あ、草津、こっちの方も一回ちょっとフラフラしてみたいね。すんごい下るね、本当に。すごいぞ。前も来たよね、ここね。昔ね、あ、まあ何回か来てるね。成田空港行く時とかさ。すごいな。ぐにゃぐにゃだもんな。あとまだ12キロもあるんだけどさ、さっきのとこから20キロぐらい走ってて、歩いたらそんな近いのかな。8キロって言ってたじゃん。6キロとか8キロと思ってたけど、10キロぐらいあるのかな。まさかもっと多いんじゃない。なちょっとわかんないね。まあいいか。まあずっと下りだから、遠かったら走ればいいんじゃない。下りだからね。でも膝がガクガクになっちゃうかも。大丈夫だよ。怖いな、あんな上走んの絶対嫌だ。おー、あん中高崎30キロ。あ、高崎にもコストコあったよね。いいね。だからコストコだったら高崎か富山からな、長野だと。富山の方が行きやすいんだよな。あと入間もあるよ。入間埼玉でしょ、ちょっと遠いじゃん。さあここを右だって言うんだな。ここ右なんだ。ああ、横川の方だから、坂本宿の方に行くからね。どこだ。こっちのいいところはさ、こっちのゴールにさ峠の湯っていうお風呂があるんだよね。ただ今日は休みっぽい。これも国道18号。あ、だからこっちがもともとの18号線か。さっき走ってたのがバイパスなのかな、多分。そうだよね、坂本宿だね、ゴールのところ。安静遠足駐車場、おお、ちゃんとあるじゃんね。安まさじゃない。あ、なんでやもんだ、安まさ遠足。どうだろうね。どこの駐車場？ここら辺に止めてきなさいってことだね。あ、なんかいろんなとこがあるけど。ここでいいか。あ、こっちでいいか。どう止めるの？まあどうでもいいんじゃない？今日なんか空いてるから。あ、そうか。よし。よし。今日からは新しい携帯電話。
Google Pixel 7ってどうなんだ、買ってはみたものの、よし、OK、結構寒い、うん、日陰はね、はい、準備完了、はい、よし、じゃあとりあえずガソリン入れてくね。ガソリン、うん、横川のところ行ったらガソリンある、はい、入れてるから。オッケー、もうエンプティーだからさ、やばい、3キロぐらいであるって感じだった。イタリアの泥見てみたいだね、うん、これ坂本塾だね。坂本塾？うん、坂本塾、なんかいろいろ書いてあるじゃん。今日ね、お餅屋さん休みなんだって。火水木って休みだった、残念ながら。だからちょっとそこに荻野屋あるからさ、うん、そこでなんか買うかな。うん、あ、お弁当あるじゃん、お弁当。うわ、もうないんだ、へえ。鶏もも弁当あるよ、もう一個は売り切れちゃった、どうしよう、これにする？ああ、こんなんもあるんだ、天ぷらとか、へすごい。
たかったのにね。まあ、ただ眺めもいいんだよね、確か。ああ、そうなんだ。へえ、ここが県境なんだ。ずっと長野県と群馬県。へえ、バスでも来れるんだ。観光会館万平ホテル行き10時11時12時13時14時35分が終わりかな。今日行く道が書いてある。今日行く道書いてある。どれだ今。今どこ？現在地がここだな。見晴らしだ。熊野公園だから。うん、ここ行くらしい。あー、でそれ拡大図があるって出てる。これだね。あ、こっちか。これだな、分かりやすいのは。バス来たじゃん、軽井沢のバス。あ、赤バスが来るの。バスで来れんだね。すごいね。すごいじゃん。1時間に1本ぐらいあったでしょ。そうだね、うん、へえ、すごいね。見晴らし台行き。ちょっと写真撮っといてよ、うん、今日からさ、新しいカメラなんだ。ピクセルにしてみた。ま、結構いいよこれ。今日は熊鈴もついてるから。この前熊出たんでしょ。熊出たらしいよ。ここが薄い峠の頂上なんだね、多分。行ってみる？ここからだよね。今何時？今11時35分。よし、行ってみるか。うん。3時間ぐらいかな。うん。行ってみよう。ねえ、もう新緑だね。野生動物はやっぱな、ラジオでもいいんだ。クマ出るかも。旧中山道。お、霧石温泉なんて読むんだろう。8キロだって。あ、その温泉までが8キロか。織布石なんて読むんだ。落ち布、重布石。もう群馬県なんだ。旧中山道は右って書いてあるよ。坂本塾の方に行くんじゃない。でもさっきの地図見て、坂本塾まで 8.5 キロ。こっちかな。どっちだろう。あっちが中山道だし、うん、左行ったら坂本塾。まあ坂本塾を目指してんだけど、左だと上州寺薄い峠越えの道ってなってんだよな。中部北陸自然本で、これ右真ん中左って3本道があるのね。どれだ、わかんないな。左行ってみる。坂本塾を目指さないとダメだよね。でも、合ってたっぽいね。合ってたみたい。1キロ来た。ここはまだ道路だね。車が入ってこれるっぽいね。看板あれがある、ね、あ、なんか看板出てる。あ、これ右でしょ。じゃあこっちに 7.6 キロ。
お、すごいな、木が倒れちゃってるじゃん。いやー、しかし新緑で気持ちいいな。これずっと馬車道だね。馬車道？うん、昔馬車が通ってるからさ、あこうちょっとえぐれてるじゃん。あー、なるほど。こういう旧道みたいなところ、こういうのが多いんだけど、うんうん、そんな感じだよね。うん、どこもさ、こうフラットなはずだからさ。あー、うん、確かに。気持ちいいな。気持ちいいね。ずっと緩やかに下ってるから暑いんだけど、うん、反対側だと結構大変だろうね、これ。ずっと上りだから。うん。いやー、すごい緑が。きれいきれい。お、ここが合流地点だった？中山道。やっぱこっちから来れたんだね。まっすぐ来れたね。うん。なんかこっちの中山道の旧道の方、旧道というかこっちの方がさ、うん、見どころがいっぱいありそうだったな。あ、そう。うん、化粧水跡とか、うーん、なんかいろいろあったっぽい。何、武田と上杉の薄い峠が戦記。ここはなんだ、古戦場だって。うーん、すごいね、この山の中で。こんな山の中で。ふーん。お、なんだ、急になんか雰囲気が変わった。なんか雰囲気が変わっちゃった、急に。先っちょだけ葉っぱが生えてる。何？今度は。ここに老婆がいて旅人を苦しめたと言われているって。どういうことだよな。もうちょっとなんか書いてほしいね。へえ。これは右はヒノキじゃないよね。ヒノキじゃないでしょう。なんか出てきたよ。廃墟が出てきたじゃん。なんだこれは。あ、バスとかがあるよ。ね、わあ、すごいね。バスじゃん。しかもとびっきり古いバスだ。ちくまなんとかって書いてある。すごいなこれ。すごいね。トゥーザワイルドって知ってる？うん、なんか聞いたことあるよ。映画でさ、うん、アラスカで廃墟に行くし、廃墟で、あ、アラスカの荒野でさ、うん、バスの中で生活して死んじゃう人の話、死んじゃう旅人の話なんだけどさ、うんうん。すごいぜ。
三陸開発株式会社だってね。三原市台別荘地みたいなこと書いてあったけど、ここ別荘地にしようとしてたのか。すごい山奥じゃない。でもさ、あれか、こっちにもある別荘が。あ、本当だ。これじゃ別荘ってことか。この坂がすごいから、この先の山中茶屋でみんなご飯を食べて、うん、ここを登ったんだ。うん、俺ら逆で楽ちんな道だから。え、これどういうシチュエーションでこんな木が横に生えてんだろう。そこからまた上にも生えてるし、すごいな。なんか真横に生えてる。学校があったんだってよ、こんなところに。すごいね。すごいな。すごいじゃん。25人も子供がいた。山中じゃや峠の真ん中。ああ、峠の真ん中なんだ。ああ。1600。へえ。すごくないこれ、何このつる？なんだろうね。え、上まですごいじゃん。これね。わあ、落ちてきそうだぜ。さあ、お昼ご飯。ちょっと道をそれて。気持ちいいね。峠、あ、峠の釜飯。すごい。これが美味しいんだよな、これ。バッタが入ってた。バッタ？うん、バッタ？もういるんだ。バッタみたいなやつが入ってた。イナゴ？バッタ？シチューのバッタ。へえ。よいしょ。ういね。うん。釜飯。釜飯。こっちが気になるね。こっちの。そうだよ。おお。うわ、でっかいよ。鳥が入ってるじゃん。でっかいのが。鳥。ね。もう一匹みたいな。すごい。群馬だからかな。こんにゃく入ってる。ね。美味しそう。どっちもいいね。どっちもいい。半々しようよ。うん。食べようぜ。はい。じゃあいただきます。うん、これ、なんだろう、うん、どう？あ、お漬物。美味しそうだな。うん、おいしい。すごいじゃん、これいいじゃん。こういうタイプです。なるほどね。わ、すごいすごい。いただきます。うん、うまい。うん、おいしい。いいね、これ結構。結構ボリュームあるね。ね、これはもうおなじみの、うん、あんずがいいよね。あ、タケノコもいいんだよな。タケノコからもらい。あ、やっぱ釜飯だな。うまい。うん。あ、やっぱうまいぞこれ。うん。うん。しいたけ。味が染みる。うん、うまいな。目玉商品。でもなんか種類増えてたね。釜飯の。そうだね、うん、見たことないのがあったね、うんうん、そしてこの漬物がうまいんだよな。特にこのわさび漬け。よし、後半戦。ねえ、気持ちいいな。すごいなあ、ここ。何この緑。めちゃくちゃ綺麗じゃん。ねえ。ねえ。すげえ。綺麗だね。すごい。すごい緑じゃん。気持ちいいね。いいね。しかし空いてるね。一組だけすれ違ったのは、うん、まあ、平日だからね。まあそうなんだけどさ、うん、こんなに人が少ないとクマが出そうだね。それはでもそうだよね、うん、ちょっと怖いよね。すごいね、藤だよこれ。右、あ、本当だ。すごいじゃん。わー、すごい。すごいね、いっぱいだ。わー、
すごいな、谷が深くなってきたね。やっぱ川の水とか雨水が流れてさ、どんどん掘れてっちゃうんだろうな。なんかあるじゃん。あ、馬返しか、なんだろう、観音菩薩。ついに登りが現れた。ちょっと登ってるね。え、これだけ。本当だ。え、他は焼けたのかな、この辺一回。雷じゃないか。あ、でもこの辺ちょっと焼けたっぽい感じがする。雷じゃないかな、雷が落ちたんでしょう。焼けちゃったのか多分。すごいね。もうゴール近くだけどね。峠のしおり、忘れ物ではありません。今日じゃん。え、9って今日じゃなかったっけ。今日じゃん。すごいね。69。え、シンガポールだって。ああ。から来ましたって。あ、日本の人もいるね。手前は京都から日本橋まで自転車旅。え、井戸。ああ、書いてあったね、そういえば。湧いてる？工房の井戸。まあ、ここも工房大使か。井戸あるよ。本当？うん。ほら、すぐそこじゃん、水。マジ？そこにある。本当だね。へ、うん、あー見て、え、街が見えてきた。あ、本当だ。わ、すごいじゃん。やっと見えてきた。本当だ。あ、坂本塾じゃないか、あれが多分。うん。ここは何？のぞき。あ、ほらほら、イッサ。え、すごいじゃん。小林イッサが呼んだらしい。あ、ちょっと左からだな、見えんの。よし、じゃあ頑張ってもうちょい降りてこう。ゴールだ。ゴールだ。下界に降りてきましたね。え、いや、気持ちよかったね。気持ちよかったね。最高だ。最高でしたね。え、わあ、標高 500m だって。結構降りてきたなあ。あ、あったあった、はあ、おー、結構歩いたね。歩いたね。今3時半、4時間かよ。4時間だね。結構だな。よし、行くじゃ。うん。聞いてば、とりあえずバイク取りに行くけど、パタゴニア先寄る。あー、そうだね、通り道だから。よし、行くぜ。はい。帰りはさっきと違う18号線で行ってみるね。うん。9、18号っていうのかな。ね、すごい道だね。すごいな。これだ、メガネ星。ああ、だからこれアプトで歩けるところだね。上多分ずっと歩けるんでしょう。すごいね。すごいね、マジで。何これ、すごいね。スネットネット長野県。うわ、本当だ。急に開けた。すごいな。これ軽井沢の多分アッパがあるとこじゃないかな。これ
じゃんこれ。すごいね。駅の道をこっちに来たらこんな道で群馬に抜けれるんだな。知らなかったね。初めて知った。さあさあパタゴニアに到着。さあパタゴニア行ってみよう。かっこいいじゃん。かっこいいね。いいじゃん。さあシールももらえたし、うん、ちょっとバイクを止めていかないと。ご飯食べててもいいな。うん、そうだね。生ステーキューがここにあるじゃん。焼肉もあるけど。もう焼肉もあるね。どっちがいい？どっちもいいね。生ステーかな、やっぱり。1700円でシーフードカレーとほうれん草チキン。来ました来ました。フルフルでもさ、一匹で来るわけじゃないんだね。こういう感じなんだね。美味しそう。食べやすそうだね。サラダもすごくない？すごいじゃん。すごくない？いや最高じゃんこれ。これ1200円安い。安い。こんなにいっぱい野菜が入ってるね。いやドレッシング、わあすごい、ナッツとか入って、うわうまそう。これ1200円だぜ。すごいね。すごいよね。早速食べちゃっていい？うん、いただきます。うわうまそう。わやべ、美味しい。めちゃくちゃうまい。じゃもう手でいっちゃってるよ。うん、うわうまいな。シーフードとほうれん草と、はい、すごいよ。うまそう。ください、ください。手が汚いの。うん。うまいな。やべ。うますぎる。やっぱこうでしょ。いただきます。やばい。やばい。ね。シーフードもうま。本当。全部、全部美味しいんだな。やばいな、カレーが本当に美味しい。ここね。うん。いやー、うまかったな。美味しかったね。うまい上にさ、うん、めちゃくちゃ安いんだよな。今日二人で4000円しなかったの。あれだけ食べてね。タンドリーチキンをフルで食べて、で銀座セットで1700円で、うん、でタンドリーチキンフルが2200円か。うん。だから合計で3900円。そうそう。デザートとラッシーも1個ついてたよ。すごいよ。すごいよ、うん、ではバイクを取りに行きましょう。今度こそは OK。 よし、では、うん、降りて帰りましょう。 OK、 帰りましょう。So sweet.